はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル、キジキューでーす。今日はですね、2016年の11月のね、プレイレポートの方でもお届けしましたゲームですね。こちらをご紹介したいと思います。こちらね、ドイツ語版なんですけども、日本語ゲーム名はフィッチカードですね。まあ、フリードマンさんのね、2016年の新作カードゲームですけども、今日はこちら、フィッチカードをご紹介したいと思います。はい、こちらフィッチカードですね。まあね、実際はね、これ 2F ゲームさんなんですけど、まあ、アミーゴサイズのね、まあ、箱になっておるカードゲームの小箱になっております。まあ、でもいつもらしくてね、本当に基本緑が、この人好きですよね。まあ、こんな箱になってます。まあ、カードゲームなんで、ね、早速ね、中の方見ていこうと思います。はい、中身の方はもう本当にマニュアルのね、小さいマニュアルが、表裏が一式と、まあ、あとはカードはね、90枚ね、まあ、びっしり入っているだけという構成になっています。色でね、おおよそ数字のね、ランクが決まっていて、まあ、真ん中辺の11だったら赤とか、まあ、ローカードだと5だったら青だとか、この辺のね、4もね、青なんですけどね。で、まあ、ハイカードになってくると、緑とかね、まあ、おおよそ色で区別がつくようになっています。まあ、これね、数字で90枚あります。で、ゲームソロの目的は非常にベーシックで、こう、全員6枚くれてるんですけども、これにプレイ人数によって若干ちょっと変動はあるんですけども、手札はね、早くね、0にできたプレイヤー勝ちますよっていうシステムになっています。で、このゲーム何が面白いかっていうと、不思議なんですよね。要はね、出番になってきたら何にも制約がないんですよ。全く制約がなくて、手札からカードの数字を1枚選んで手元に出すと。これだけなんですね。で、出番終わりと。次のプレイヤーの手番に次のプレイヤーも何ら制約がないので好きなカードを1枚出すと。で、これを繰り返していくんですね。で、こっちのプレイヤーも手札から1枚好きなカードを出すと。本当にこれを繰り返していきますね。で、出した時に、今13を出したんですけど、これより小さい値の数字、つまり8と5なんですけども、は捨てられるんですね。これ5を出した時には自分より8は大きかったので何にも起きなかったんですけども、出した数字より小さい数字がいたらこう除去されてしまうんですね。除去されて捨て札になりますと。で、除去されて捨て札になっちゃったプレイヤーはすぐ手札が補充されてしまうんですね。つまり手札を減らしたいと言うているにもかかわらず、自分の出した札が除去されてしまうと、またここの手札が増えちゃうという謎のシステムを抱えていて、じゃあどうしたらいいかっていうと、また出しますと。出したらまた次のプレイヤーも出しますと。これも小さいから何にも起きなくって、この13のプレイヤーの手番に回ってくると、この後自分の手番が回ってきてカードは生き残ってたんですね。生き残ってる状態になると、自動的に捨てれるんですね。自分の手番になってから捨てられましたと。ただし、自分の手番になってから捨てられたので、この時補充がないんですよ。自ら捨てた時には、補充がないと。なんと素晴らしいシステムなんでしょうってことになってるんですけども、自ら捨てた時には補充がなくて、自分の手札が1個減ると。ただ1個減るんですけど、本当選択肢が減るということとこのゲーム同意義なので、次何を出すんだっていうのは苦しくなってるというシステムなんですね。で、もう1個ユニークな点があって、ここに3がありますと。で、3を出すと、これ値が場に出てる枚数分だけ掛け算なんですよ。これ3がもう出てるんで、これ値は、カードは3なんですけども、6だと。3、2が6だと。6の価値になってるんですね。で、次このプレイヤーが出たらまた捨てて手札が減ると。で、こうなので、例えばこれ4っていうのを出したとしても、これ6になってるんですね。3、2が6なので。6なので、この例のカードは飛ばないと。飛ばない。なので、ローカードは実はこのゲーム、枚数が圧倒的に多くなっていて、ハイカードは少ないんですよ、枚数がね。なので、ローカードって絶対勝てないじゃんと思いきや、同じ数字がダブることが非常に多いので、こうやってやられにくくなってると。しかも、この3の人はこっちの人と今同じグループにいるっていう状態になっているので、4は私プレイしましたと飛びませんと。で、この人のプレイになったら自分の手番にこれが残っているのを捨てられますって言ったんですけど、一連卓上でこれも飛んでいくんですね。そうするとこのプレイは自分の手番でないんだけど、一連卓上でのけられてしまったので補充はないと。つまり自分の手番捨てたのと同じになると。こういう形なんですね。つまり何を言いたいかっていうと、自分の手番のところで死にたくないので、大きい数字を出して一周回るまでたまたま生き残っていれば捨てられるっていうゲームだと、とにかく引きのゲームになっちゃうんですけども、小さい数字を出したら、と、この次のプレイヤーの人も大きい数字を手元に持っていれば、それは出して前の人を飛ばすことは、それは当然容易なんですけども、さっき言いました通り、ローカード、小さい数字のカードの枚数が多くて、ハイカードの枚数はそもそもこの山札に少なくなっているので、ハイカードをさっさと出してしまうと、自分が後で勝ちにくくなってくるんですね。こんなローカードばっかり残っていくもんですから。なので、先に上がった方がいいなというゲームでありながら、一体感が生まれるんですね。やった、4待ってましたよ、私もっていうね。こういうと、これで8になってるんで、この人が
9以上でないとこいつら殺せないわけですよね。なので9以上なんていう高いカードを出すかっていうと、いやそうでもないので、じゃあ私も4を出しますと、こう10人になるわけですね。10人になるとこの人のプレイヤーの手番になって、この人は手番だから生き残っての捨てられますなんですけど、全員一連卓勝で飛んでいくと、つまり全員1枚は減ったわけなんですけども、こういうことが発生するんですね、このゲームね。なのでいち早く本当は早抜けして大きい数字を出していって抜けたいっていう気持ちがあるのに、ローカード同士が同じグループになって除去されにくくなりたいとか、かつその行為であれば一緒に覗いてくれるので自分の手番外でもカードが減っていくというところのメリットがあって、なかなかね面白くできてるんですね。ただねちょっと弱点もあって、これねすごい少人数でやってると、もうとりあえず泥仕合になることもあります。とりあえず飛んで飛んで引いて引いてなので、とにかく大きい数字を引き切るまでもなかなかゲーム終わらないじゃんっていうことも発生したりするんですけども、実はこのゲーム8人までプレイできるので、比較的大きい人数でねプレイすると同じ数字が何人も出てきて、すごいでかい数字になったりするわけですよね。81枚できるので、じゃあ4が4人とかなったら16とかなっちゃうので、まあ、すごい大きい数字になって防御力が高くなっちゃうということもあったりするので、ちょっとね多めの人数でとりあえず翻弄されるね、これね同じ数字が何回も出てきてね翻弄されるっていうのを楽しむ方が面白いんじゃないかなと思いますけども、いわゆるカードを出してその数字が自分の手番まで生き残っていれば捨てられる。ただその時にはだんだん手札の選択肢が減ってくるんだけど、そうは言いながら最後の1枚を出し切ってね、自分の手番が来るまで上がるしかね、このゲーム勝てませんので、まあ、そこがねどうなるかっていうのをドキドキしながら進めていくと。でも時にはいやそれ待ってましたよって自分とねグルーピングしてくれる友達も出てくるっていうね、なかなか不思議なゲームになってるので、なかなかねあまり体験したことのないプレイ感なので、好き嫌いはねちょっと分かれるかもしれませんけど、引き運だっていうところも結構ありますからね。なんですけどもね、一度ね体験してみてはいかがでございましょうか。はい、というわけでですね、フィッチカートをご紹介いたしました。まあね、なかなかね不思議な、本当に不思議なゲームなんですよね。そのね手札をね早くゼロ枚にして上がりたいっていうゲームながら、プレイのある瞬間には他のプレイヤーと仲良くなって生き延びていきたいなんていうことはあんまりないわけなんですよね。いわゆるねあのページ1とか UNO とかね、手札をこう出していってね、まあ、カードを、ね、少なくしていって、いわゆる上がりっていうゲームたくさんあるわけですけども、その中の一瞬でもね他人と組もうっていうのは、まあ、なかなかないわけですよね。まあ、もちろんドロー2ドロー2ドロー2って重ねていって、じゃあドロー8とかね、まあ、とんでもないことあったりするわけで、別に協力してるわけではなくて、まあ、それがしょうがないに出してるところがあったりするので、この協力しながらね、ある時にはバラバラになりながらプレイするっていうところね、このね集合離散していく様がねなかなか面白く出来上がってるので、まあ、一度ぜひねご体験のほどしてみてはいかがでしょうか。ということで今回ですね、フィッチカードをご紹介いたしました。ザ・ゲーム・エチャイル99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲーム・エチャイルチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲーム・エチャイルの春99でした。